はい、どうも、トボシーです。8月21日から8月24日のウバイツの売り上げは44,285円でした。70回できなかったね。今週またギア当たってたんで61回でしょ。先週も61回かな。先週も61回で3万2000円だったんですよ。今週は、まあ、またギが1ランク下がってたんで4万4000円。でも違う、またぎは6000円のまたぎだから、60回で6000円ゲットしたんで、なしだとすると3万8000円。なんで先週こんな同じ回数なのに低いんでしょうね。先週はひどかったよね。4万円からほど遠いから、ね、61回、21時間4分でした。で、金曜日は夜ね、ちょっと寿司食いに行ってたんで、夜やってないんですけど、ただね、土日で28回残しだったんで、できるかなと思ったんですよね。土日で28だから、もう頑張ればできるなと思ったんですけど、昨日昼さ、雨降っちゃったじゃん。今日の昼も雨だったけど、ちょっと、ね、天気が悪かったんで、無理でしたね。昨日、少し早めに出たんですけど、昼、3軒やったところでもう、ザザーって降ってきちゃった。もう最初からすごい雲出てましたけど、ね。で、今日は結構単価夜高かったのあったかな。2000円、ヒロニコ2000円でしょ。あと、行かなかったけど、油そば、辻田1700円ぐらいも出てたからね。あれ、どこ行きだったのかな、わかんないけど。6キロ、7キロぐらいで出てたんで。だから、それも取れば、5000円は超えてたでしょうね。で、なんか回数さ、60回やったところではさ、最後の60回の1000円がもらえてなかったんだよね。だから60回やって、あれおかしいな、60回やったんだけどな、と。もう一回やったら、そこで1000円来たからね。なんか、あれなんですよね。PPD ですよね。PPD やると、なんか、ちゃんと2件になるんだけど、なんか、またぎの方で一気にカウントされちゃう時があって、そこでこう、ちょろまかされちゃう時、PPD 要注意だ。こう、1件ぐらい齟齬が出ちゃうんですよね。その日々の回数と、またぎの、なんつうの、係数がずれちゃう時があって、まあ、今回もだから61回やると1000円来なかった。あれ、なんか1700円ぐらいだったから、これ、またぎの1000円、込み込みなのかな、それとも混んでないのかな、ちょっとよくわかんなくなっちゃったけど、まあ、いいや、もう一回やってみようってやってみたら、1000円、そこで入った。ので、61回です。来週もね、またぎ、また当たってるんで、来週は、10回やりたいですね。何十回やりたい。今、カーシア、ちょっとやってきました。デビューしました。車ね。車なんか、バイクと比べると、車は、車高が低いよね。車高が低いのと、あとやっぱこう、密閉されてるんで、なんかこう、違うよね。肌で感じられないっていうか、視界低いし、視界も、ま、悪いよね。後ろは、まあ、原付だと見ないけどね。バックしないからね。ただまあ、車もね、運転できたらいいなと思ってるって。免許は持ってるんですよ。まあ、ちょっと、練習、車の運転も練習していきたいなと思いました。ETC カード作ろうかな。まあ、まだでもそういうレベルじゃないんで。どのくらい運転してないかな。最後、調子でぶつけてから運転してなかったかな。だから、私大学出たの24だ。25だったかな。25だ。20年ぐらい運転してなかったし、去年、サメズで、違反者講習の時に、20年ぶりぐらいに乗って、そこから1年ぶりぐらいに車乗ったんですけど、どうなんでしょう。大変ですけど。どうなんですか、なんだっけ、ほら、ペーパードライバー講習とかもさ、あるけどさ、中央自動車学校なくなっちゃったしね。今だと、最寄りの自動車学校どこなんでしょう。二種免許ですか。しかもどうなんですかね、フリード、もうちょっとちっちゃい車の方が運転しやすいのかもしれないです。マーチとか、ね、ノートとかの方が良かったかもしれない。あと結局さ、そのカーシェアのさ、止まってる場所とかにもよるよね。なんか出し入れしやすいところに止まってる車だったらいいけど、みたいなことも思わなくもないですけど。あとはなんかあったかな。天気、水不足、単価。ウーバーしかやってないですね。ウーバーしかやってなくて、やっぱあれなんです。今日はフィロニコの2000円のやつは、東雲なんでタワマンなんですけど、やっぱさ、地図見ないでさ、距離だけで撮るとさ、ね、なんか真ん中から3キロとか言うからさ、もう今日は諦めて、うん、まあいいや、これ最後にするから、どうせあれだろう、この真ん中から3キロなら、チアロレジデンスか、クロノレジデンスだろうとか思ったら、豊洲5丁目だって、あそこかよと思ったら、シエルタワーだったんで、よかったと思って。シエルタワーの方が全然いいんですよね。まあ良くないかもしれないけど。あっちの方が 4階で乗り換えるところはあるじゃん。なんだっけ ?4 階で乗り換えるところかよって思ったら、あ、シエルタワー5丁目なんだ。何の話?タワマンはさ、昔、まあいっぱい撮ってたけど、昔行き先分かんなかったらしょうがなかったんですけど、最近はやっぱさ、タワマンは行ってらんないですよ。タワマンは避けます。タワマンに行くのは、
2000円とかさ、1000円以上とかだったら、今日あったわ、昼。昼行った時、日曜日か。で、なんか、ジュズでさ、すき家取ったんですよ。私、たまに買い物に行くすき家ね。したらさ、オーダー通ってねえんだよね。え？ウーバーイーツみたいな感じ。オーダー通ってなくて、え、どうしようかなと思ったら、なんか、お兄さんかおっさんか知らんけど、この間もそんなことがあって、その時、なんか、サポートに電話して、なんか、やっぱオーダー入ってるからっていうことで作ったみたいな話して、俺、サポート電話しないといけないの、電話できないんだけど、チャットで問い合わせんのって思ったんだけど、昼ピーク425円とかだった、その値段でさ、俺がサポートに問い合わせてとかできないでしょ。知らんけど。事前事業でやってるんじゃないから、400円のために、ね、2、30分潰せねえなって思ったんで、めんどくさいんでキャンセルしますって言って。そんなこと言う必要ないんだけど、めんどくさいんでキャンセルしますって言わなきゃいけない。キャンセルしてもまた次のドライバー来るだけなんで、焼け石に水なんですけど、まあ、とりあえず、個人的には危機回避ができたんで、よかったなと思いますけどね。ひどい話だよね。なんかその、なんで一時問い合わせるんじゃなくてさ、その、まださ、メニューを俺がね、こう、スマホ見せてて、それで作ってくれるんだったら、マクドナルドとかあるじゃないですか。あったんですよ、昔。そういう感じで、作ってくれるのはともかく、なんで俺がわざわざその電話でサポート問い合わせなくちゃいけねえんだ、ふざけんなよ、と思いました。